こうしてクライマックスシーンの練習が始まった。私についてきてほしい。いや、ついてこい。逆アフレコみたいなことしてみました。その言葉を待っていたわ、王子。あ、かわいい。過酷な道でも、そこにあなたがいるならどこまでもついていきます。姫、かわいい。おい、離さない。びっくりした。あれなんだ、ちょっとすいません、ちょっとびっくりしちゃって。ゲームを収録していた時はですね、やっぱり絵はない状態なんです。とがきという言いまして、こういう状況ですみたいな説明はあったんですけれど、こういう状況だったとは知りませんでした。離れない。かわいい。東郷さん、こんなに近いの。確かに近いですけれど、なんだかこの光景見ているこっちが照れちゃう。私は照れて落ちましたね、椅子から。恥ずかしいっていう距離かな。あ、でも平気。あ、うん、そうそうだね、平気だね。脚本では次の王子のセリフの後キスをして終わりと。あれだけ近ければお客さんも満足だよね。うん、満足です。皆さん気づきましたか、この変化を。なんで目を閉じるの。お姫様を見つめ合うところなのに。東郷さんってば。迫真の演技力だな。うん。夜、東郷家。初めは恋愛物を演じるの無理だと思ってたけど、自然にできたよ。あ、すごい。私も相手がユナちゃんだからかな。うん、相手が東郷さんだからだよ。うん、嬉しそう。緊張しないで、自然体で演技できる。そうね。これだけ練習しておけば本番もバッチリだね。まだわからないわ。このあれですね、大文字になるところでこの東郷さんの気迫がね、特にラストシーンは重要だもの。あと10回はやりましょう。10回。おお、姫が本気も本気だ。じゃあとことんやるよ。うん、来て。初夏の夜は更けていく。結城優奈の勇者である購入特典。ここで東郷さんの声が。ナイスタイミングです、東郷さん。あー、面白かったというか、ちょっとドキドキしちゃったんですけど、これは